皆さんこんにちは、身体コンサルタントANBスタイルの稲葉です。今日はですね、涙もろくなった時の対処法をご紹介します。まあ、どういうことかと言いますとね、前回ドライアイのことについて、取り上げたんですけども、それの逆ですね。涙がこう溜まっていってしまってですね、なんかこう目がかすんだりとかするっていう方ですねに対処する方法をご紹介します。という感じでですね、このチャンネルではセルフケアとかセルフコンディショニングなど皆様に役立つ情報を毎日だいたい11時半ごろ、お昼休みの時間に投稿しております。チャンネル登録とか高評価いただけると動画を作る励みになりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、早速始めていくんですけども、ですね、目のですね、ここが涙腺っていうところで、こっちがですね涙嚢っていうところですね。で、ここが滞るとですね、塞がってしまうと涙が出てきてもここで吸収されるのが遅くなって涙が出やすくなるっていう感じです。なのでですね、あくびをしたりとかして涙が出るっていうことがあったりとかすると思うんですけども、それっていうのがですね、ここがぐっと塞がってしまうんですね。で、そのまま、こっちから、涙腺から分泌されて、で泣いてしまったりとかっていうものです。まあ決して悪くはないんですけどね。で、それをですね、循環を良くするために、ここが詰まっていると結構涙もろくなったりとか、異様に涙が溜まってしまったりしますので、今回はですね、ここをですね、上下にこう軽く、本当皮膚が動くぐらい、皮膚を動かすぐらいですね、これぐらいでやっていただきます。はい、でここからですね、もう1ポイント、下側、反対側の下側からちょっとね、こっち側にクッて押すような感じで、クッて押した状態でこうですね、はい、こうするとですね、目がすっきりします。で、ついでにですね、鼻の通りも良くなるので、ぜひお試しください。はい、ということでね、今日は、涙もろくなる時の対処法をご紹介しました。もしこの話がね、ふーんとか、ああそうなんだと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、コメント、SNS でシェア、Facebook での友達申請などよろしくお願いします。はい、以上、身体コンサルタント、INBスタイルの稲葉がお送りしました。それではまた。